でもわかる？モクマ入る語。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。はっきりしていない。爆発は致命傷じゃないんだよね。爆発は違うよね。爆発があったのは死んだ後だぞ。それは書いてあるんだもんね。ナイフも関係ないのよね。ナイフは他に怪しいの。ひょっとして、モノクマファイルによると、読んでくれるの。後頭部に殴られた跡があったんだ。殴られた跡か。この被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。あ、それって重要なんじゃない？戦場ムクロの致命傷、考えられるのってあの傷しかないよな。嘘。では議論を続けるぞ。あの傷しかないよな。嘘。モノクマファイルによると、考えすぎかな。後頭部に殴られた跡があったんだ。殴られた後、でも苗木くんがあれしかないよなとか言うから、あれしかないよなとか言うから、こういう指摘の仕方なんじゃない？あの傷しかないよな。あの傷しか、はっきり。おお、よかった。殴られた後か。戦場ムクロの致命傷は後頭部の打撃痕だったはずだよ。そうだな。全身の無数の傷ってのは、あれは事件とは関係ねえのか。でも数日前、あれは以前からあった。以前からあったって。その戦場に行ってる時の古傷。もともと体にあったの。間違いないな。あいつの致命傷は後頭部の殴打だったようだ。後頭部の殴打か。凶器は何だ？鉄パイプ程度の太さの棒状のもので殴られたって。なんで急に。ことはツルハシだな。ツルハシか。でどうしてそうなるのよ。ツルハシで殴ったら王だどころか頭蓋骨粉砕よ。ツルハシの持つところでな。ツルハシを逆に持って、あーバカと同じ発想だ。無理よ、重さのバランスが悪いもの。そうだよね。威力のある一撃なんて不可能だわ。そうだよね。試してあげるわよ。お、やれやれ。さてはおめえ、間違ったふりして金属の方を殴るつもりだな。バカは勘が鋭い。あと、あんたの汚い脳みそ取り出して床に叩きつけて唾を吐きかけてやるのよ。汚ねえ。気が合うな。合うんだ。合ってるの？それ。そうなんだ。すでに見つかっているぞ。見つかったんですか。さすがは白夜様。ねえ。なんだべ、本当の狂気って。なんだろう。答えてやれ。お前に分かっているはずだ。分かんない。本当の狂気だな。なんだろう。分かんない。この事件の本当の狂気、それはおそらく。キリギリさんの証言ってなんだっけ。あー、どこにでも忍び込めた。2階にいたって話か。2階にいた話何で出てくるの？これですか？これだ。後頭部を殴打した凶器は。でもなんで？武道場のロッカーで見つけたジュラルミン製の矢だよ。矢をぐるぐる巻きにして。ジュラルミン製の矢？犯人はそれで戦場ムクロを殴ったんか？矢で殴るっていうのもなかなかな。そうなのかな。それっておかしくない？矢だったらさ、あんた白夜様に口答えなんて100万年早いわよ。100万年気になるんだから仕方ないじゃん。そうよそうよ。朝比奈さんが疑うのも無理ないか。だって凶器にはもう一つ隠された秘密があるんだもんな。隠された秘密？ガムテープ、ガムテープか。武道場のロッカーにあった木の札。ジュラルミン製の矢。おう。間違いない。あれが凶器だ。白夜様が言うんだから。本当にそうなのかな？何を気にしてんだ？なんだ？モノクマファイルには。うん。
凶器は鉄パイプ程度の太さの棒状のものってあるよ。鉄パイプ程度か。やだ、薄すぎると思うんだけど。まだわからんのか。あー、ちっちゃくなっていっちゃう。ちっちゃくなっていっちゃう。1億年早いわよ。伸びてる。伸びてるな。凶器はジェラルミン製の矢で間違いないはずだ。だけどそれだけじゃない。それだけじゃない。ジュラルミン製間違いない。本当にそうなの？あれが凶器だ。だってモノクマ凶器は鉄パイプ程度の太さの棒状のものってあるよ。遅すぎる？それは違うよ。でもわざわざこんな凶器にする？そんでガムテープ廃棄しない？確かに矢だけだと細すぎる。だからおかしいな。犯人はもう一つの凶器を使ったんだ。おかしいな。凶器？武道場のロッカーの中には丸められたガムテープもあったんだ。ガムテープぐらい持ってって捨ててもよくないか？きっと犯人はこのガムテープを使ってジュラルミン製の矢を束ねたんだよ。矢をガムテープで束ねることによって、うわ、鉄パイプ程度の太さの凶器を作り上げ、束ね方上手。それを凶器として使ったんだ。絶対あんな風になんないよね。羽の部分がごちゃごちゃして。三本の矢の教えと同じね。戦国武将である毛利元就が息子たちに説いた教え。毛利元就が言ったんだっけ？日本では脆い矢も束になれば頑丈になる。勉強になるな。三兄弟に結束を訴えかけたのよ。勉強になる。僕の話だべ。え、そう。後悔を聞いてないでしょ。とにかくこれで凶器も分かったはずだ。かな。それらの凶器を武道場のロッカーに隠した犯人こそが。お前なんだ。私が武道場なんか乗ってないわ。そうはよ。いや、お前は間違いなく武道場に行っている。木の札か。え、じゃあ戸上くんもできるじゃん、それ。え、そうだよな、前に。戸上くんもできる。それはだってキリギリさんのところの鍵持ってたじゃん。ん？ん？どうした？ん？まさか犯人をかばうつもりじゃないだろうな。そんなことをしてどうなるか分かってるのか？もしお前がかばった人物が犯人だったら、その先に待っている結末は、そうだよね、俺たちの全員の死なんだぞ。そうだよね。もちろん分かったよ。そうなんだけどさ。示してやれ。そうなんだけどさ。僕がキリギリさんに、キリギリさんが武道場に行ってる証拠って、証拠って、キリギリの部屋に落ちていた木の札は武道場で使う鍵のようだ。これだ。鍵のようだ。キリギリさんが武道場に行った証拠は落ちてた武道場のロッカーの鍵だよ。そんなものがどうして証拠になるの？キリギリさんの部屋にあったんだよ。キリギリさんの部屋に落ちてたからだよ。ごめんね。落ちていた。なんか変ですよ。無駄だ。え、なんか変よ。アリバイの件も動機の件も、苗木に罪をなすりつけるための偽装工作の件も、おかしいな。それらの全てがお前が犯人だと示している。罠じゃない？諦めろ。諦めろ。言い逃れはできんぞ。え？またか。お前はどうしてもキリギリをかばいたいらしいな。なんか戸上くん、苗木くんのことが好きでキリギリさんを目の敵にしてるように見える。いや違うけど。かばうとかそういうことじゃなくて、僕はただ不女子目線かもしれない。キリギリさんに聞かなくちゃいけないことがまだ残っているんだよ。キリギリさん、教えてほしいんだ。昨日の夜の件だよ。昨日の夜、そうだよな。そうだよ。キリギリさんは僕の部屋にいたよね。いたよね。何があったの？どうして僕の部屋にいたの？やっぱり苗木くんが、いやでも、ナイフは教えてほしいんだ。ナイフは違うしな。私はあなたを助けただけよ。僕を助けただけ？じゃあもしかしてキリギリさんは、どうなってた？どうなってた？あの時。
僕が襲われたことに気がついて、代わりに、それで助けに来てくれて、もしかしてその時に？いやでも木の札のこと知らないんだよ。もしそうだとしたらキリギリさんは、僕のせいで殺人を？もういいだろう。嘘。嘘。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。間違わないで。私は犯人じゃない。じゃあ僕だ。まさか。お前の往生際がそこまで悪いとはな。だけど、私が犯人じゃないってことは、あなたが一番よく知っているはずよ。そうでしょう、戸上くん。お前がやったのか？俺がだと？でもそうだよな。え？木の札をさ、置きに行けなくない？キリギリさんが犯人じゃないことは戸上くんが一番よく知っているはず？いやでもキリギリさんマスターキー持ってるんだもんな。それってどういう意味だ？そこがね、またややこしいわ。マスターキーって言うから。木の札。事件の時間経過。戸上の証言ってなんだっけ？今の言葉はどういう意味だ？投げ！そのままの意味。犯人じゃないんか？私が犯人じゃないということは。どういうことだ？あなたが一番よく知っているはず。キリギリちゃん、ほんと？戸上っち？なんか隠してんのか？トガミッチ？私に隠し事するわけないじゃない。むしろ本音を言わないで。キリギリ、お前が犯人ではない根拠が。犯人ではない根拠。さっきのあなたたちの推理だと。それがどうしたの証拠を隠し。その鍵を自分の部屋に置いたらしいわね。自分の部屋に。本当に私にそんなことができたのかしら。そうだよね。とりあえずそうだよ。マスターキーの話。キリギリさんが犯人じゃないってことは戸上くんが一番よく知っているはず？でもどうして戸上くんなんだ？戸上くんの証言って、なんだっけ？戸上の証言。昨日の夜時間直後、戸上は植物店に死体がないのを確認している。単独行動を避け、トイレにも一人では行ってない。あはん？あはん？そのままの意味。私に隠し事するわけないじゃない。これはどうだい？ギリギリ。これはどうだい？それは違うよ。とりあえずこうだい？となると？ギリギリさんは自分の部屋には入れなかったはず。そう。そういうことだよね。それを言いたいね。自分の部屋に入れなかったって。まずは。だってキリギリさんは自分の部屋の鍵をトガミ君に預けたままだったんだよ。そうなんだよ。そうか、そういうことか。でも、お前の部屋に鍵を持っているということは。でも、鍵を持ってない私は自分の部屋に入ることができない。ですが、自分の部屋に武道場の鍵を置くことは不可能だ。じゃあトガミンチ怪しい。そうだよね。確かに。そうなるな。そうなるよね。やってくれたみたいね。ニコ。でも。いや、違う。今のキリギリさんの証言には明らかな矛盾がある。明らかな嘘がある。だけどこんなのキリギリさんらしくない。こんな苦し紛れの嘘で乗り切ろうとするなんて。おかしい。そこまで追い詰められてるってことか？キリギリさんが犯人だから？それとも、さっきのキリギリさんの言葉に何か秘密があるのか？さっきの言葉。私がここで処刑されたらこの学園の謎は明らかにならない。だから絶対にそうはさせない。ということは、罠なのよ。黒幕の罠。黒幕がキリギリさんを陥れようとしている？だけどもしそれが間違っていたら、どうしよう。どうすればいいんだ？言った方がいいのか？僕はどうすれば、回るよ。黒幕の罠。
被害者は戦場ムクロ？キリギリさんが殺した？キリギリさんは何を知ってる？僕はどうするべきなんだ？キリギリさんの嘘を。僕だけがその嘘を知っている。それを指摘できるのは僕だけ。正しいのは誰なんだ？僕はどうするべきなんだ？うわぁ。黒幕の罠。先に進むためには危険を避けては通れない。危険は承知の上よ。それでも謎が解けるなら進むべき。そうでしょ。僕はどうするべきなんだ。キリギリさんの嘘を追求するか？今ここで決めなくちゃならない。逃げ出す、やりてー。逃げ出すってなんだよ、ナイギくん。逃げ出してみる？おし、ダメだ。逃げたって何も解決しない。あ、これなんか、どっち選んでも、これ嘘追求しないにしても、ナイギくんが追求することにしそうな気がしない？キリギリさんのこと好きだから、追求しないでおこうと。え？嘘？決めた。あ、やべ。キリギリさんを信じよう。よっしゃ、そうしよう。キリギリさんが人を殺すわけがない。絶対に何か秘密があるはずだ。キリギリさんの言う黒幕の罠に関する秘密が。ナイギくん？どうした？誰も反論はないのか？これはこれでいいのか？キリギリの主張を認めるということか。ということは誰が犯人になるんだ？じゃあどうしようかな。そうか、認めざるを得ないようだな。キリギリの個室に武道場のロッカーの鍵を置いたのはキリギリではなく他の誰かだったということか。でもこれが黒幕の罠。他の誰かって、トガミッチの部屋の鍵を持ってたのトガミッチなんだよな。やばい。何言ってんのよトガミ。俺にはアリバイがある。そうだな。以降はお前たちとずっと一緒だったはずだ。そうなんだよね。植物庭園での殺人もキリギリの部屋に鍵を置くことも俺には不可能だ。じゃあこの事件おかしい。キリギリッチの部屋に武道場の鍵を置いたのって誰なん？考えられる可能性は一つだけだ。何？あらかじめ自分が持っていた鍵をあたかもその場で見つけたようなふりをした。僕ですか？それって苗木のことだよね。僕？そうとしか考えられない。ちょっと待ってよ。そうじゃない。それは変だよ。もう一度考えてみよう。あれ？何か裏があるはずなんだ。ゲームオーバー。裏？裏だよ。そうだよ。この学級裁判自体がおかしいんだよ。そうだよ。だってそう思うでしょ。なんか変だよ。犯人いないんだよきっと。モノクマめ、やってんね。正体不明だった戦場ムクロが急に死体で現れて、しかもその学級裁判が行われるなんておかしいよ。それにキリギリさんも言ってただろ、黒幕の罠だって。だからきっとこれ、これは、はい、タイムアップです。なにちょっと痛みで学級裁判は終わり。それ以上は喋んないでいいよ。これちょっと自分が苦しくなったからって。なんだよ、時間切れって。マイギくんがふにゃふにゃになっちゃってる。どういうこと？タイムアップなんておかしいわ。そうよ、今まで一度もそんなこと。そうよそうよ。キリギリさんが遅刻したせいだよ。で時間が押してんの。何？放送時間とかあんの？このテレビ。そろそろ投票タイムといきましょうか。何？お手元のスイッチで投票してください。僕もやんのこれ。僕もやんの。あれ終わっちゃったよ。ドーン。あれ本当に終わっちゃった。あれ82メダルズしかもらえてない。さて、投票の結果黒となるのは
誰なのか。誰でもいいんでしょう、これ正解なのか。これ誰でもいいことにしてるんでしょう。ちょっと待てよ、変だよ。どうなんだ。今の感じだと苗木くんになってしまう。ちょっと僕まだ投票してない。ちょっとモノクマ、僕投票してないよ僕の投票権どこ行った。ちょっとやってないよ、僕やってないよ。僕が犯人マジ。すまんべ、苗木っち。ごめんごめんね。あんたが悪いのよ。あれ？違うんだよ、みんな。違うんだ、僕は犯人なんかじゃー。大正解。嘘。正解？うん。正解だよ。そんなのおかしい。やってないのに。おかしいよ。やっぱり変だ。この学級裁判はどう考えても変だよ。ほら。何もおかしくなーい。ひらいつもと同じだよ。いつもと同じ学級裁判だよ。だからいつもと同じように始めるよ。やばい、苗木くんのお仕置きってなんだろう。ま、待てよ。どうして僕が。あ、キリギリさん、助けて。キリギリさん、助けて。許してもらおうとは思わないわ。すべて私の責任だから。キリギリさん。キリギリさん。では、張り切っていきましょう。分岐だったのか？足を置きタイム。でもこれで、死んだ人が生きてるのか死んでないのか明らかになるのか。ギャー、苗木くんが。ギャー、何されるの。なんだ。後ろに、なんか、シンプル。普通にギロチン。なんかシンプルめじゃない。苗木くん逃げろ、なんとかして。キャー、隙間に潜り込め、苗木くん。ギロチンじゃない、微妙に。プレス、キャー、誰か。いやー、補修、補修なんだこれすごい、お仕置きの名前補修なの、嫌すぎる。補修で死にたくなーい。助けてー。生命の始め、排卵、受精、着床。誰かー、助けてー。なんか怒れ、なんとかなれ、なんとかなれ、何か怒れ、何か怒れー。キャー、誰かー。嘘、アルターエゴか。帰りまーすどこ行った。わー、ここの下は何なんだ。キャー、外に出たか。あれあれあれね。どっか行っちゃったよ。なんだよこれ。なんなんだよ。ね、今のって。間違いねえべ。これはアルターエゴ。熱い熱い展開。アルターエゴ。まさかあいつの仕掛けたウイルス、ウイルスになって。さてはネットワークに侵入した時だな。縮小、やりやがったな。どうやら計算が狂ったみたいね。何がどこ行っちゃったんだ。ボスシュートよ。いえ、狂いっぱなしね。なんだよ。なんだって。妻、私たちのことを甘く見すぎていたってことよ。何を勝ち誇って気になってんのさ。別に痛くも痒くもないよ。妙なウイルスだって今ので終わりだろ。それに苗木くんだってそうだよ。ぺったんこにならずには済んだけど、彼は二度と戻ってこられないはずだよ。どこ行ったんだ。ゴミだらけの地下でじわじわと殺されるなんて、ある意味一番死んだよ、正気かもね。
地下なのね。でも地下か、地下に行くところってないな。だけど足りない、まだ足りないよ。まだまだお前らに絶望を与えてやるよ。まだまだ世界に絶望を与えてやるよ。なにぷぷ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 。あ、いいんだそれで。え、結局これはでっち上げだったってこと？言っちまったのか。おい、キリギリ、これはどういうことだ？一体何が起きているんだ？落ち着いて。大丈夫よ。追い詰められてるのは私たちじゃないわ。え？え？つまり。むしろ追い詰められているのは黒幕の方なのよ。視聴者に踊らされている？なんだと？どういう意味だ？クレームが来てるのか？殺到してるのか？すぐにわかるわ。え？すぐにね。この後すぐ。え？あれ？その巨大な学園は都会のど真ん中の一等地にそびえ立っていた。まるでそこが世界の中心でもあるかのように、よーし、今日から弾丸論破というゲームをやっていこうと思います。ふぅ、私立希望ヶ峰学園。あらゆる分野の超一流高校生を集め育て上げることを目的とした政府公認の超特権的な学園。この学園を卒業すれば人生において成功したも同然とまで言われている。何百年という歴史を持ち、各界に有望な人材を送り続けている伝統の学園らしい。国の将来を担う希望を育て上げることを目的とした、まさに希望の学園と呼ぶにふさわしい場所だ。うんうん、うんうん。そんな学園への入学資格は2つ。現役の高校生であること、各分野において超一流であること。新入生の募集などは行っておらず、学園側にスカウトされた生徒のみが入学を許可される。うんうん。そんな超が何個もつくほど超すごい学園の校門の前に、僕は立っていた。あれ？ここは？僕は硬い机の上で目を覚ました。体がやけにだるい。確かに退屈な授業中には居眠りをすることもある僕だけど、でも今はどうして机の上で寝てるんだ？それにそもそも見覚えのない教室、どうなってるんだ？エントランスに入ったくだり、省略されてる。どうなってるんだ？あ、あれ？ようやく意識と肉体がシンクロを始めた。そして、目が覚めた。よく生きてたな、ナイン君。それともこれも夢なのか？さすが幸運だ。絶望的な悪夢の中。いや、夢なんかじゃない。それはあたりに漂うこの不快な悪臭が物語っていた。ひどい匂いだな。光の差し込まない薄暗い空間。電気はついてんだ。地面に敷き詰められたゴミの山。つまり地下のゴミ捨て場ってことか。ゴミ捨て場。それが僕の置かれている状況だった。でも問題はこれからのことだ。ここで野垂れ死ぬのを待つのか。そんなわけにはいかないよな。だって仲間が助けてくれた命だもんな。僕ははっきりと覚えている、あの時起きたことを。アルターエゴ。アルターエゴが助けてくれたんだ。最後の小さな力を振り絞って僕を助けてくれたんだ。だから諦めるわけにはいかない。僕を助けてくれた仲間のためにもだ！こうして僕のサバイバル生活が始まった。え？まずは出口を探そう。脱出ゲーム始まった。おー、結構上まで見れる。おー。え？新しいゲーム性始まっちゃった？